とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー3周ですね、やっていきましょう。そして少し前の動画で予告しました裏技、あれはねやりません。やっぱりやらないことにしました。まあ情報はね、掲示板やら他の YouTube でもうすでに出てるとは思うんだけども、まあ俺がさらに広げようとしなくていいかなと、思いました。まあ実際はね、注意喚起で、やめましょうよということで動画をね一応撮ったのよ。一応撮ってはいるんだけども、もうそれはお蔵入りで出さないようにしようかなと。やっぱりね、真似する人は、数人出てくるかと思うので、まあ一応俺はやらないようにしましょうと、いうことですよ。うん、まあ実際ね、あのパワーを爆上げする裏技やったところで飽きるのよ。絶対飽きる。面白くなくなるんで、うん、このゲーム寿命を短くしてしまいます。なので俺はもうあえて出しません。うん、その方がねいいっていう風に判断しましたので、ご了承ください。では1回目何が出るんでしょうか。防具、影かイカ、どっちかな。もうその2つ以外はねもうほぼほぼいらない。なるほど。まあ全部ユニークだけど、どうだ ?8 か。まあ、輝き、クリティカル、虚無。衝撃波、ガードストライク。まあ、全部いけるね。悪くない。で、汚れたクロスボウ、マルチショットがないね。いりません。残り火。あ、悪くない。うん、これもともとクールダウンが1入ってて、でそこに雷フォーカスと火炎フォーカスがついてる。で一番左にそうね、まあ、炎の道でもいいよね。そしてボスがついてるのか。そこそこ使いようはありそうですね。残り火にしよう。うん、やっぱり武器とかはもうある程度入手できてるので、防具だよね、あとは。残り火にします。それでは2周目行きましょう。もうね、30分以内では来れるようになったね。うん。やっぱ途中で愛のメダルを、15回ぐらいかな。そこからね、もう愛のメダルじゃなくって、この森のやつにすること。うん。これがね、結構重要みたいだもんね。そうすることによってクリアタイムがほんと極端に速くなる。愛のメダルよりも断然ね森の矢筒の方が早くクリアできる。もうほんと断然よ。なんでこれね、森の矢筒は絶対的におすすめします。2周目はなんだ。たまには使えるやつが出てきてください。もう全部ユニーク、いや、真ん中違うか。ああ、全部ユニークだよ。ユニークだけど、もう武器はいらないんだよな。テンペストナイフはまず使えないからいらない。スイーツとさ、もう持ってるもん。持ってる。ストームランダーは?ああ、まあ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 、これいいんじゃない?これは、クリティカル、衝撃波、輝きで、使っていけるね。一発120万、もうこれだ。それではラスト3周目でーす。うん、1回やられたね。14回ぐらいでやられた。あそこね、多分ね俺一番嫌いかも。誰だ、新しい敵が出るとこ。新しいさ、槍使いの敵が出る場所ない。あそこがね、俺ね、嫌いなんだよね。うん、あそこはうまいことね、帯電を使いながら行くと、結構早く攻略できるんだけども、ちょっとね、噛み合わなかった場合が、やられるんだよね。あそこね、多分今回で一番嫌いな場所です。は
はい、では3回目何が出る。ずっと武器っぽいやつだからね、たまには防具出て。出ないんかい、防具出ない。まあまあ今回は3周行って全部ユニークではあったよ。全部ユニークだったけども、武器が多くてね、多すぎ。たまには防具を入れてくれないとさ、ちょっと困るね。ピグリンの誇りいらないでしょ。スイフトストライカーいらないな。破滅もいらないんだよね。そうね。あ、まあまあまあ、破滅にしとこうか。これに似たグレイブは持ってたんだけども、グレイブを破滅にパワーアップさせる感じにしましょうか。はい、ということで、タワー3周終わりました。出たやつがこの3つだね。あ、最初は残り火のローブだったんだ。でも、多分使わないかな。エンチャントはね、まあ悪くはないと思う。悪くないんだけども、おそらく使わない。ね、ストームランダー。重力のハンマーの方が好きかな。で、破滅。こんな感じになっております。ちょっと、いまいちだったね。はい。まあ、とりあえずね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。